食と脳と森の輪、人の輪そういうつながりをどう取り返すかっていう内容なんですけども、ゲストは四井真二さんです。パーマーカルチャーデザイナー、平由依子さん、朝のトークでもいただきまして、ダンボールコンポスト、で、そういうコンポスト作りの具体的な指導も、体制を作ってやってらっしゃいますね。で、今はローカルフードサイクリングといって、大きな仕事にもかかっていらっしゃいます。 そして人の輪作りという辺でアズワン鈴鹿コミュニティの小野正さんに来てもらっています。タイムスケジュールのご案内ですけども、今、問いですね、暮らしからどう変える、食と脳と森のは人の輪作りという関心を持っていただいて参加をしていただいています。この問いについてみんなで一緒に考えるということなんですが、何も手なしでいきなり考えるということじゃなくて、四井さんと平さんと 小野さんからそれぞれぞヒントにお話をいただくことになっています一人からだい大え20分弱のお話をいただいてその後3人のクロストークですね対話の時間とそしてチャットに皆さんで質問ですとか感心したこととかあのこういうことはどうかなっていうこととかどんどん載せていただきたいんですけどもそのチャットからいろんな意見を拾って 対話の中に盛り込んでいただいて一緒に考えるということを続けていきます。そして最後の5分間がクロージングで、えー、また3人のゲストから感想をもらいたいと思います。じゃあのこのチームのタイトルは「暮らしからどう変える暮らしから社会をどう変える食と脳と森の輪人の和」ということでみんなで考えていきましょう。そのヒントを 三人のゲストからいただきます。ではまずパーマカルチャーデザイナーの四ツ井さんからお願いしましょう。拍手でお願いします。でこんにちは、四ツ井です、えー。パーマカルチャーデザイナーやってます。と僕はあのまあ今山梨県の北都市に住んでるんですけど、もう十四年前にあのここに引っ越してきました。でその前はあの長野県高遠町っていうところに住んでたんですけど、まあそれはそれはもう古い山村で 結構、アイターンの人とかも初めて僕が入るような場所だったんですけど、まあ、そこに、まあ、5 6年ぐらい住んで、その後あの、北都市に引っ越してきました。で、引っ越してきたきっかけは、まあ、あの皆さん、パーマカルチャーのデザインの暮らし、まあ、等身大でどういうふうなことができるのかっていうことを提案するためっていうのもあったんですけど、もう一つのきっかけは、あのやっぱ子供もがあの生まれた時だったんですよね。 ちょうどその頃にあにこっちにあの引っ越してきたので、まあ、持続可能な最小単位である家族だけで、まあ、どこまでその持続可能な暮らしを組み立てていけるのか、実現させていけるのかということを、まあ、ずっとかれこれ、もう14年間、あもう15年間、です、えー、ついこの間、うちの息子、長男が、えっと、15歳を迎えたので、えー、15年になるんですけど、そういう生活実験を行ってきました。 であのまあ、そんな中でですね、えっと、本当にあのこう暮らしの中にはいろんな要素があるわけなんですけど、まあ、うちの、ね、家はあのもともと雑木林があったところであり、また竹林もありますで。そういうところでどういうふうな暮らしを組み立てていけるのかということを今までずっとやってきたんですよね。でまあ、そこで、ね、いろんなあの、まあ、僕はもともと子供のところから本当に豊かさとは何かとか、まあ、それを追求していくと、え命とは何かということをすごくこう疑問に持つようになった。で 今の暮らしを通して、まあ、家族との暮らしを通して、本当にその中で命とは何かということが分かったんですけど、まあ、そんなことからね、元にこに、命の原理ということをもとに、今は、えー、と命の仕組みの暮らし研究家ということで名乗って、えー、活動をしています。で、今、ね、ちょっとね、皆さんにえっと見てもらいたいのが、えっと、このスライドショーなんですけど、ちょっと画面共有しますね。まあ、これの中でですね、例えばですね。 うちの暮らしっていうのは、まあ、本当にあの家族でコツコツと、とかくバーマカルチャーっていうと、わりと皆さん、いろいろ集まって、暮らしをワークショップで作ったりとか、共同作業するもんなんですけど、まあ、なんかそれはやっぱり、あんまり持続可能じゃないんじゃないかなと思って、もう自分たち家族だけでもどこまでこう自立して物事がこう実現できるのかなっていうことで、まあ、こういうふうなあの暮らしを築いてきたんですよね。 でまあ、家族4人、まあえー、妻の千里と長男の君と、次男の空。で、長男の君とが、えー、生まれたときにこっち引っ越してきたっていうことですね。で、まあ、こんな雑木林の中の暮らしをやってるんですけど、まあ、こういうかまどを作ったりとか、石窯ももちろん作りましたしで、排水はこういうバイオジューフィルターっていうので処理をしてですね。で、もともとここの土地っていうのは、えっと、乾いた土地で、雑木林なんだけど、割と土は痩せていて。 蛇もいないいななぐらい多様性少なかったんですよねでも僕らがこうやって暮らすことによって、まあ、水もね人はこう利用することで排水も出てきますしその排水をいろんな微生物とかいろんな植物とかまたそれを絡まれるいろんな集まるいろんな生き物を食べる蛇とか <laughs> カエルとかそういうふうなものがこうやって住むわけですよねでだから僕らが住むことでこう同時にあの 生き物的な豊かさが増えていくっていうことをすごく実感したんですけど、まあ、これはね本当僕らも最初はそういう適正技術っていうんですけど、まあ、自然の仕組みを使った水のこう浄化のシステムとかそういうものをこう作ったわけですよねでも同時にそれは、えっと、もちろんそこに住む微生物を増やしてその微生物にその排水の中で栄養を食べてもらったりとかあるいはそこに生えている植物に栄養を吸収してもらうことによって水がきれいになっていったりとか。 で今度きれいになった水でこういうふうなトンボとかカエルが住むような、まあ、多様性のある環境ができたりとかいうことが起こったわけですよ。だからつまり、えっと、これは、えっと、人が住むということは、えっとかく環境を壊すっていうふうなこう認識でいてエコロジーっていうのは地球に優しいとか地球にインパクトを与えない暮らしとかそういうふうな表現されがちなんですけど実はそうなんじゃないんじゃないかなっていうふうなことを感じたわけですよね。実はこういうことっていうのは僕らがやってきたことは何かというと 暮らすことが同時にいろんな生き物を増やしたり、環境をより良くしていくような、生物多様性を生み出していくような、僕らの暮らしがきっかけになっている。つまりこれはどういうことが言えるかというと、人間の存在意義、今地球上の上では環境を壊し、存在意義を失っているわけなんですけれども、僕ら人類が暮らすことによって、その環境が豊かになっていく、そういうふうな暮らしのデザインをできるんじゃないかというふうに。 僕らは実感したわけなんですよねだから僕は子どもたちにエコロジーっていう言葉を昔は伝える時は人が環境を壊すことをなるべくやらないように暮らすことだっていうふうに説明したほうがしてたんですけどでもそれは本当に悲しいことですよね。僕らは人類の存在をえっと否定することでもあります。それを子どもたちに話すっていうのはすごく悲しいことなんですけど実はうちの暮らしではそうではなくて暮らすことが同時にこういうふうな生き物たちが増える。 暮らしになっていくっていうふうなことをができるんだってことをこ証明できたと思うんですよね。で、これはあの今日平イさんもえっ、ー、とおられますけど、まあ、こう堆肥ですよね。まあ、うちはあの元々あの僕は学生の頃からミミズコンポストの研究をしててですね。で、まあその延長線上でいろんな堆肥の作り方をずっとやってきたんですけど、まあ、最終的にうちのえっ、ー、と農園の規模だと、えー、大量な、えー、堆肥が必要だということで、まあ、こういう,ふうな今は堆肥小屋っていうものを作っています。 でもね、堆肥小屋を作ると、本当にこれは、ね、暮らしが変わります。例えば、これってあの僕にとっては、まあ、例えばこれ庭を掃除をすれば、えー、落ち葉が集まるわけですよね。あるいは木工とかの工作をやれば、おがくずが出ます。農業をやれば、麦や稲藁とか、えー、あともみ殻とか、いろんな副産物、ゴミが出ますよね。でそういうものは全部ここに入っていくし、あと生ごみ、暮らしで出る生ゴミ あと動物たちがいれば動物たちがうんちゃをしっこ僕らのうんちゃをしっこあと動物たち飼っていれば当然、えー、死んでしまうものを見るので、えー、ヤギのキュウちゃんもこの中に埋葬されました。すべて僕らが生きていく上、えー、僕らが飼っている生き物、僕らの周りにいる生き物、あるいは暮らしで出てくる有機物、すべてここの堆肥小屋に帰っていって土ができていく。つまり、暮らすことが同時に土を作る。 そういうい暮られをやった結果何が実感できたかというと暮らすことは、えー、土を作ることなんだなっていうふうに思えたわけなんですよつまり、えーとまあ、他の植物他の微生物他のいろんな動物全ての動物がやってる陸上の動物がやってることっていうのは実は土を作ることあるいは生態系を作ることによって、えー、そこに僕らが 必要な資源をそこに蓄え、エネルギーを集め、循環の仕組みを回していくっていうふうなことが行われていることなんだ。つまり、僕ら人の暮らしに、人の暮らしっていうのは、暮らすことが同時に土を作る暮らしにしていかなくちゃいけないんだなということを実感したわけなんですよね。まあ、その中のこの大きな土を作る暮らしの循環の中に、こういうふうに鶏がいて卵を産んでくれたりとか、大変な中の生き物を食べて、彼らは生きていたりとか。 あとできた大肥を森や畑にこう巻くので、まあ、こういうふうな、えっと、生き物たちの体の一部になるわけですよね。で実は僕らのおしっこやうんちも、えっと、この大肥の中に入っていってるわけなんですけど、まあ、体っていうのはお腹がすけばものを食べてで体の細胞が古くなれば新しい細胞に置き換わって循環していくわけなんですけど皆さんがもの、えっと、を食べたり水を飲んだりうんちゃおしっこをすることによって 体のの原子いうの全部入れ替わりますそれっていうのは大体7年で入れ替わるっていうふうに言われてるんですよね。すべての原子は大体7年で入れ替わります。ということは、うちの息子は、えっと、この大変にうんちゃんおしっこをずっと返し続けていたので、彼の体はこう二巡してるわけですよね。でかつ、えっと、僕らの,この生活する農園空間の中に彼の体を形作っていたもの、まあ、僕もそうですけど、 例えばこの写っている写真の鶏とか葉っぱとか木々の幹とかいろんなものにこうまた変わっているわけですよね。ヤギのキュウちゃんも堆肥の中に入っていってヤギのキュウちゃんはハエあるいは土の中の微生物いろんなものに変わっていきました。でやがて堆肥になり堆肥はまた畑に行きそれをまた僕らの糧になっています。だからそういうふうなね暮らしを僕らは、えっと、ずっと自分たちで作り上げることによって実験してきました。 でまあ、暮らしているとね、えっとまあ、こういうふうな、いろんな工夫が必要になってきます。今だとね、例えばこういうかまどなんていうのは、ね、ガスをこうひねれば、あるいは IH スイッチをオンすれば、煮たきができるわけなんですけど、まあ、こういうふうなね、かまどとか薪ストーブとか、そういうふうな火を使うということによって、いろんな知恵を働かせます、工夫をします。麦だってこうやって栽培すれば、いろんな脱穀を、ね、やってみたりとか、えっと、いろんな工夫を加えていったりとかするわけですよね。 重空間を涼しく保つためには、家をどういうふうな配置にする、どういうふうな子たちの周りの植生にするのか、木々からの距離をどういうふうに保つのかとか、そういうふうないろんな工夫を考えます。で、こういうふうな道具だって壊れれば修理をしないと、結局ホームセンターに壊れたからって言って買いに行けば、それは使い捨てになっちゃうわけですよね。でもこれ、今、これ息子が使っているこの遠見っていう機械は、 これ1930年に作られた陶味なんですけど、えー、修理して使っていけば、もうかれこれ、えーと、何十年ですか、70とか、90年まあいろいろな生き物もね、こうやってね、土に帰っていく、家の中で死んだムカデとかもね、本当に律儀にここに帰っていってるんですよね。あと、これはですね、落ち葉をね、実はここの畑っていうのは、もう本当に1 0 0坪あるんですけど、その千坪すべてが、えー、と竹林でした。 で竹林だったところをこう今もう開墾して3分の2近くを畑にこう開墾したんですよねで。そうすると竹の中に隠れていた昔の栗の木並木がレスキューすることができたんですけど、まあ、そうすると今度は栗の木がたくさん落ち葉をね落としてくれるようになりました。でこうその栗の木の落ち葉をえっとこう点々と退避枠っていうものを設けて栗の木が集めたミネラル分がまたここの大井の中に集まり僕らが集め でまた農地に集まるような仕組みをここに実現してるんですよね。はいまあ、こうやって落ち葉を集めてはこう使ったりとかえふこともあります。動物たちはこれ、堆肥小屋、まあ、とにかく堆肥小屋がこう中心になってるんですけど、堆肥小屋の上でこう飼うようになるべくしていて、ヤギもニワトリも、えっと、夜は必ず堆肥の上にいます。で、僕らはこう暮らすとね、だんだんあの土が良くなっている様子がサンプリングすることによって分かったんですけど、 1>, 1年2年3年4年5年とこれサンプリングしたんですよ最初の年から。で毎年作物を僕らが作った比陽で作物を育てっていうのを繰り返していくと見ての通りだんだん土がねこう黒くなっていっているのがる分かると思うんですけどまあ僕らの暮らしがまさにこう土を作っていったっていうふうなことがこのサンプリングした資料で分かると思うんですよね。でまあ時間にちょっと限りがあるので森の話とかもしますけど。 あと、まあ今日もあの耕していたんですけど、まあ、麦畑もこうあってですね、まあ、麦も、えっと、年間200キロぐらい収穫してます、ね、あとあと、こういうね、薄いタンクもあの作業小屋の雨の水を貯めて、その隣の温室で水やりに使ったりとか、あとはアクアポニックスといって、土壌を養殖したりとかですね、そういうふうなこともやったりとかしていますね。まあ、これがその土壌を養殖している池なんですけど、 ここにある太陽光パネルの電力を使ってこう循環させてさっきのバイオジュフィターと同じような仕組みでこのポットの中に土壌のうんちゃおしっこで汚れた水がこう循環することによってここの野菜が育つような仕組みを作ってるんですよね。それでですね、まあ、森といえば、えっと、僕らあの冬は暖房薪ストーブを使ってるんですよねで今日はそのなんでその森の話をするかというと実は森って僕らの地域っていうのは赤松林があるわけなんですよ。 でその赤松林の木をえ薪として使ってるんですけどあの、実はうちの隣に赤松の林があって、そこの木をあの分けてもらってるんですよ。で、なんで分けてもらえるのかというと、<ー>赤松林は今、あの松の在線中っていう、松枯れ病にかかって、立ち枯れちゃうんですよね。で、それによってあの、倒れた木っていうのが森を荒らしてるわけなんですけど、まあ、僕らそれをね、最初はあの単純に薪としてもらうっていうことで、えっと、まあ、こういうふうなね、 えー、本当に単純に巻きしてもらおうっていうことでもらってたんですけど巻きしてもらえば森が片づくっていうことからもパーマカルチャーデザイン的にいいなと思ったんですよでいろいろまあ毎年毎年こうやって取っていっていたら実は森がねだんだん片付いていったんですでその中で感じたことっていうのが実はあの昔っていうのはもう肥料がなかったのでここの集落の人たちっていうのは森から落ち葉をこう持ち出してたわけなんですよね、えー それによって、ここの森っていうのは、えっと、ずっと痩せた土地、八ヶ岳の,あの火山灰の上にできた赤松林なので、うんまあ、赤松っていうのは、ねえっと、痩せた土地に入るわけです。でも自然の繊維で、だん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 土が肥えていく組みがあるわけですよね。でもそれを止めていたのが、えっと、人が、えっと、落ち葉を持ち出すっていうことによって、痩せた土地が保たれていたのが、化学肥料とかいろんなものの普及によって、落ち葉を持ち出さなくなったわけです。 それによって、だん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 、えっと、赤松にとっては、えー、不栄養の土にこう変わってきて、まあ、それが、えー、だんだん、赤松林自体を衰退させる方にこう、自然の仕組みがこう働いていったんですよね。それによって、赤松にとって過剰な栄養分が病気を生んで、それが松枯病ということを誘発しているんだと思うんですけど、なんでそれに気がついたかというと、まあ、こうやって取ってると、この木のね、下にね、次の小柄林とか、 ととかくぬりとか山桜の林がが出来上がってきてきたんですよねだからまあ人の暮らしと森っていうのはすごく密着してることだなっていうこととあと人家族がねたった一家族がこうやって暮らしの中でこう森を利用することによって森っていうものがどんどんまたこう移り変わっていきそれを加速させたりとかあるいは進んでいくスピードをとどめたりとか暮らしによってこう左右していくっていうことが分かったわけなんですよね。 だから暮らしっていうのは、まあ、僕のパーマカルチャーデザインっていうのは、何をこう元にしているのかっていうと、パーマカルチャーっていうのは、僕は暮らしが原動力だと思うんですよ。で、暮らすことが同時にこういう村森を作ったり、景色を作ったり、全体の循環の仕組みを動かすっていうふうに、僕はデザインするわけなんですけど、まあ、僕ら自身のもともとある里山の暮らしも、まさにそういうふうな仕組みが働いていたっていうことなんですよね。 だから皆さん自身がどうその自然と付き合うのか、どのようにこう自然の仕組みの中に入っていくのかということを、えー、暮らしの中にどう生かしていくのかということを、組み立てていくことが、実は僕らの地球上における存在意義にこうつながっていくんだよということを、今日はお話したかったなというふうに思います。はい、ありががととうごございまましたまたあの、えー、きっとあのものすすく話題が豊富な安井さんですから 3人のクロストークの時にまた足していただけたらいいと思いますが、今、循環と共生のね、一番原点になるところ、本質的なところについて、家族で暮らされていての発見といいますか、確認されてきたことを大事な内容だったかと思います。皆さんに提供していただきました。ありがとうございます であの参加されている方、皆さんあの、ぜひ、私、今、のメモを勝手にどんどんチャットに入れましたけれども、どうぞご遠慮なさらないで、ご質問とか、えー、ここ、面白いなとか、そんなメモですとかね、えー、気づきなんかはどんどん入れてください。あと、トークの時に取り上げることもありますので、ぜひ、積極的に参加してください。はい。じゃあ、おつ井さんに拍手で、どうもありがとうございました。 はいそしたらえ2番手ですねあの半径2キロの栄養循環への挑戦ということでホームページの方には紹介されていますけれども暮らしから土を作るということでえ四井さんと同じ原理を町の普通の方々でできる形で展開しているもうでも長い経歴をお持ちですね平由依子さんのお話を聞きたいと思います。えじゃあどうぞ 皆さん拍手でお迎えください。こんにちは。えっ、ー、と平良です。今日はあのどうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、ゆついさんの暮らしも本当素敵すぎて、あのなんかちょっと旅行に行ってました。なんか頭の中で。<laughs> いや本当に素敵ですねあの共鳴たくさんしましたしあの共通点があの非常に多いなと思ってあの今から私なりのですね私の見たところからのえっとプレゼントですねさせていただきたいと思いますえっと私はあの福岡市にあの住んでいますでえっとずっと博多生まれの博多育ちなんですけれどもえっと現在ですねあの活動を20数年ですねしています。 えっと、私の,あのきっかけはあの父の病気だったんですけれども私あの、若い頃はあは証券会社に勤めてましてあの経済の勉強とかしてたんですが、まあ、大学はですね、大学院栄養学の方を勉強してました。で、えっとまあ、こういった活動のきっかけになったのは、えっとまあ、父の病気があのきっかけなんですけれども今、えっと、生ゴミを捨てない暮らしっていうことをです、ね、提案をしています。 でえっと、先ほどですね、ゆつ井さんと似てるなと思ったのが、あのやっぱり松林の松枯れ対策として、白砂清唱を取り戻すのに、あの松を集めて、大気化をしたりとかもですねあのしてるんですよ。あのというのが、私が住んでるのは博多湾の近くで、母が子どもの頃は、近所の人が、 みんなあのの燃料としててあの松葉をかき集めて船に乗ってですね博多の方に売りに行ってなりわいにしてまあそこそこの収入になっていたみたいなとこで松林がすすごく元気だったんですよねで町内会でもあの松林を区切ってここの町内はここを使っていいとかっていう形であのみんなであの資源としてきちんと分けていたみたいな暮らしの中で。 であとあの生活排水が流れすぎて干潟がですね海藻の青さで覆われてあの生態系を壊しているので学生やあのみんなと集めてこれを堆肥化してですねまたあの畑に戻して循環を良くするみたいなそういった活動をですね実施してます。 でも中でもあの生ごみにこだわって活動してきたのはやはりあの父が病気になった時に食用場で余命3ヶ月を過ごそうとした時にあの安全野菜がないということに気づいてこの食事無農薬の玄米菜食を作るのにものすごく苦労してまあ食べさせないと本当に死ぬんじゃないかっていうことと。 ももうう世のの中どうななっってるのかかか全然分からなかったんですねであのちょうどバブルの頃に大学生でバブルがはじけた年に証券会社に入社してですね本当なんか遊びまくっててなんかその間に大事なことをたくさん失ってることにも全然気づかなかったんですよね。 でそれでどうして安全野菜が買えないのかっていうことをその父が結局あの食事を変えたら2年間命を流れてあて海にお散歩に行ったりとか公園でっていうことができたので十分そのその時に私が考えたのは私の暮らしを支えている資源っていうのはどこから来たんだっけっていうことで、えっとまあ、自然っていうのはやっぱり。 えっと、デザインとかあのアイデアとかの着想だとか教育の象徴とかあとあのやっぱり土壌をしっかり整えるとか供給機能でまあ結局いろんなものを搾取して私は生きているってことに気づきましたでそれとやっぱりトイレに行けばやっぱり、えっと、汚すし料理をすればまた水を汚してしまうあのそういうことになんか、えっと、大人になって気づいてまあこの3つの機能が低下したために 気候とか病気とかあの洪水とかの制御が難しくなってきたんだなっていうあのそういうことだったのかっていうことに初めて気づきました。でじゃあ土が病んでるってことがあのだいぶ分かってじゃあ地球がどうやってできたかっていうとやっぱり、えっとまあ、46億年前から遡るとこういうふうに地表の温度が300度ぐらい下がって雨が降ってでこの時にまだ土っていうものは全くなくてでこのあとやっぱりえっと空気を作るですね あの光合成があの発生して初めてこう生命体が陸に上がってきて海やあの陸で過ごすことができてまあその生きてる間に出してるものを貢献するとかあの死んだ後にあのにすべてのものが土に還るってことでこう土が越えてきたっていう先ほどあの宇津井さんがおっしゃったことと同じなんですけどああそういうことだったよなと。 弥生時代になって初めて栽培管理の考え方ができてなんか水の取り合いとかあの資源っていうのはまあそういうことだなっていうふうに思いました。でそれがあの江戸時代にはあの世界で一番循環型になってあの清潔な都市になったにもかかわらずこの百何十年であっという間に 何億年も戻るぐらい土が痩せてしまったと、でそれはやっぱり雨が何十年もかけて露過して海に流れ着くっていうこの仕組みの中の山と海の間に暮らすあの私の暮らしだったんだっていうことに気づきました。であの先ほどの伊津井さんの暮らしは本当に左側に近い形だなと思ってます。で私も薪ストーブやそのレザー帽を使わないとかってことはその町に住んでってもしてるんですけど。 あのやっぱりみんなができるわけじゃないしこれをどうしたらいいんだってことにすごくあの悩みました。で、えっと、そのこととやっぱり、えっと、燃料がバイオマスっていうのは昔からあって身近なものっていう定義もあるんですけどあの今はやっぱりスイッチ1つでそのスイッチの先が本当にどこにつながってるのか分かんないとかあのやっぱり考えないとか今私が座ってる下も土だってことも日頃やっぱり忘れてったんですよね。 でやっぱりあの体験価値が大事だと思っていて、せめて自分が出している有機物である生ごみを土に戻していけば、この世の中が少しでも良くなるんじゃないかなっていうことをですね、あの考えました。それでえっとその循環を作れば、なんかこう循環型に少しって持続可能性を感じるじゃあのか少し。 できるじゃないかっていうふうに希望を抱いてですね、あの、今の、えっと、仕事に携わるようになりました。ただ、えっと、こういうふうに見ると、なんかこう、まあ悪い人はまあいなくて、結局その当時、えっと、やっぱりスーパーに行った時に綺麗な野菜を買ってたんですよね。で、あの、その選んでる自分があの、その原因を作ってたってことに、あの、初めて気づいて、まあそれでやっぱり自分がその暮らしで。 暮らしと土の改善をつなげるってことからこう始めれば都市部には人がたくさん住んでるしあの何かできるなっていう風に感じたところです。であのその当時も思ったのがやっぱり山の環境があのこんな風に変わって右側が現在ですけどやっぱりドライブに行くとあの山の際が真っ暗で 本当に日がささなくてっていうのも暮らしの変化なんですが広葉樹があれば本当にえっといい腐葉土ができてそういう微量要素がキレート作用でシスリンから鉄分とかをガチッと挟んで雨と一緒にですね、まあ、川 流れて海に行ってそれをパッと離してですねあの海に栄養を運んできていてまあ、海の循環をこう支えていたっていうことなんですが今はその山にも陸にも大気が減ってしまってこれがちょっとやっぱできなくなったプラス なんか科学的なものとか洗剤とかいろんなものが生活排水として流れてくるようになったので結果、年間あの銀行のカードを自分でも何枚か食べてるんじゃないかというぐらい私たちのところに濃縮しているなっていうこういう仕組みをですねあそっかっていうふうにあの気づきました。でえっと、あととはです、ね、こういうですすねねこううい循環を考えると まあ田舎がよくてあの都会が悪いのかっていうと私もニホンミツバチ飼ってるんですがあのやはりあのすごい一般の畑の方に持っていったら結構もうあっという間に全部弱ってしまってあのなくなってしまったんですよね。でそれ見るとやっぱり 改めて風景としては昔と一緒でもあのいろんなその科学的な要素とかが違っているので全然全く違うってこととやっぱり、えっと、都会には皆さんみたいな環境熱心な方とあの生ごみっていうのがあの最強の資源としてあ,のあるなっていうことをあの改めてですね感じましたあとですのであの都会で堆肥を作るっていうその食料システムのワンプロセスをあの都会でするってことが大事だっていうふうにですね 思いましたでそれはスーパーで買って食べて捨てるから捨てないでコンポストに入れて都会のベランダで作るっていうそのワンプロセス混ぜるだけで微生物のこととか何かいろんな気づきがあってスーパーに行った時の野菜を見る目とかが変わることからもそれが大事だっていうふうに思いました。現在でですすね食ロスっってて言われてますがやっぱり枯渇試験であるリンとかそういうい 大事な資源を燃やしているってことがやっぱすごい重要なことであのやっぱそれを人の栄養に再投資するようなデザインを都市部から発信していくことが持続可能性を早めるっていうふうに思いました。 であのいろんな生ごみに対しての,あの選択肢っていうのはあるんですがこの3番目の自分でコンポストをするっていうところがまずやっぱりすぐできることなのであのそこの体験価値を増やすっていうことがあの重要です。でそれと、まあ、焼却に出さないってことと排出者の手元にできるだけ長く置いておくっていうところが大事だと思ってその平成の 最初の頃からですねあのいろんな実験とかをしてのとにかく便利で簡単なコンポストっていうふうに思いました、まあ、そういったことが現在使われている生ごみ処理に対する1兆円のお金を節約することにもなりますしローカルに行った時とかゆついさんのあと暮らしを見た時にあの何が価値かっていうのがすぐ分かるみたいなあのそういう人が増えるといいなというふうに思います。 であの江戸時代には世界一だったのが今、OECD でも本当、下から何番目とかになっててそれはやっぱり、消却の仕組みがあることでやっぱりつながりが見えないスキルが落ちるやっぱり便利な暮らしに慣れてしまったっていうあのそこですね。 であとあの、看病で、えっと、閉じ込められた半径2キロが自分事と,として捉えられる範囲だったので、あのこの仕組みであの全国にこの小さな循環の輪を作ることができないかっていうふうに思って、現在、ローカルフードサイクリングっていうプロジェクトと、コンポストとかをあの普及研究しております。 で堆肥というのはこのようにあの大きいものが小さくなっていくんですけどもやはりあの都会のベランダではこれはできないので、えっと、機材を開発してまあ20年ですねであの都会でも入れても増えないあのコンポストというものをあの開発してきました。 でこういったあのやっぱり体験がない今の若い世代とかに対してやっぱり体験価値を積むってことであのいろんな理解とあの自然との接点になるのでコンポストバッグの中は自然の一部を切り取った仕組みになっているので特別な菌とか入れてないからですねそれもあの接点にもなっていろんな虫との出会いもあってあのやっぱりどんな生き物がその循環型社会の構成員になっているのかみたいなことをですね、まあ、考えるきっかけにも大きく 大きくななっているなといるう,うに思いましたであのこういうですね入れても入れても増えないような仕組みとできた堆肥を都会で回収して農家とつなぐみたいなことがあの私のミッションだなというふうに思っています少量でもいいのであの野菜を作るっていうことがあのすごく大事だしまあ経験の少ない方に私たちみたいな経験をしているものがこういうふうにサポートしていくようなラインシステムとかをあの作るっていうことをしています。 で現在あの半径2キロ単位ではこういった高齢者の地区であの見守りを兼ねたこととかが非常に有効だったりとか展示の屋上で都市部でするっていうこともあの非常にえっと喜ばれていますあとはおいしい野菜をできるだけ食べる人を増やすってことがやっぱり価値に触れるっていうこととあの精神的物理的にも健康になるっていう資源のつながったあの畑でこういうえっと福岡では1500平米 みたいなコミュニティガーデンを2か所とか、えっと、今、都市部でもです、ね、してますけどもあのこれ、明日も反応小学生講座っていうのをするんですけども都会の真ん中で、ね、自分で堆肥を作ってあの半年間です、ね、自分の畑で対比体験とか野菜を作る体験をしてあのなんかおいしいっていうこととか大変だっていうこととかですねあのそういうことをいっぱい味わってほしいなというふうに思います。 で今やっぱり自然と分担されてあるのはもうしょうがないのであのこういった体験価値をですねどう広げるかっていうところにあのチャレンジをしています。でやっぱり体験価値が増えることで自律性とか協調性とか積極性が子どもたちにあの触発されるっていうこととゴミがやっぱりえっと30%だけじゃなくていろんなゴミを減らすような行動になるとか 食生活を見直すっていうところが非常にやっぱ大事じゃないかなっていうところですね。これ母なんですが、あの今、体育作り55年ぐらい50、もうちょっとかな、あのしてるんですけど、やっぱり楽しく取り組める仕組みと健康になるような仕組みがあの地域の中で実現できるといいなっていうのがあの私のやっていることになります。えっと、以上になりりまますすありがとうございます、はいはどうもありがとうございました。拍手。 ゆいこさんの活動っていうのは本当に多岐にわたりましてお母様とそれかお嬢さんそして周りの方々を、ね、巻き込んで各地にもサポーターのスタッフの方がいらっしゃったりね海外でも活動を続けていらっしゃいますね午前中の時にもあのゆい子さんだけではなくていろんな発表の中に出ましたけどもそういう人と人の協力がどれだけできるか 関係性を変えていくことなんだなとか価値観が変わっていくことなんだなっていうことがたくさん見られたと思います。四井さんのご発表もゆいこさんのご発表も本当に実際をもってこうつながりが回復できるんだなということで人がいることが自然を良くすることにつながるんだということを確信を持って提案していただいたかなと思います。またあの後ででククロストークで 3人で話していただくときにポイントを足していただけたらと思います。まずはここまでで拍手で。ね、ありがとうございます。はい。じゃあ,あの最後ですね、人の輪作りですね。こういう活動をしていくときに、どう人の輪があの育っていくのか、また育っていない場合にどこを改善していったらいいのか、実践を通してご経験の豊かな小野正史さんに話していただきましょう。アズワン鈴鹿コミュニティの小野正史さん、よろしくお願いいたします。 はい、こんにちは、えー。今、紹介にあった小野です。よろしくお願いします。で四井さんと太さんの、ね、素晴らしい取り組み、とても綺麗なね、なんかすごい希望を湧くような話をね、あと、今度僕はちょっと違う角度でね、この暮らしがどう変わるのかということをね、一緒に考えていけたらと思っています。僕はあのこの特に今のね、二人の話はあの人が自然と関わることでね、つながりができて暮らしがどんどん変わっていく素晴らしい例だと思うんですけど、僕の 話話はここの人の人輪っっってててとととにねちょっとフォーカスしたたお話をさせてもらいたいと思ってい思ますやっぱ今はつながりが分断された社会かなと思うんですけれどもその自然と人間のつながりが分断されていることからいろんな環境問題がね起きてるんじゃないかなと思うんですけども人間と人間同士のつながりが切れてるところからいろんな社会問題がねできてるんじゃないかそんな問題意識があります。 それをそれぞれこうどう回復していくかってことで今のねお二方はやっぱ食と自然と人間のつながりがこう食と脳と森の輪のね回復にすごいつながっていくっていうね実践例だったと思うんですけども僕の場合だったらこの人の輪が回復していくとどんな社会が現れてくるのかそんなね観点でお話しさせてもらえたらなと思います人と人とがね今つながりが切れてるっていうのは フィクション、人間はのこ個体としてはそんなに優れた能力を持ってない人間が今ね、世界中にこんだけ反映してきたっていうのは、あのフィクションを共有できる力であの反映してきたんじゃないかっていうね、そういう話があるんですけれども、フィクションっていうのはこう国とか、ね、こういう実際に存在しないものをあたかもあるとして、それをこう共有することで協力関係ができる。それで大きな力を持つことで人類がね、こんだけ発展してきたっていう、そういう説があるんですけども、 でも逆にそのフィクションがね今は人を強制したり縛ったりする方にも逆にも働いてきて人と人との関係が切れてきてしまっている、まあ、この国境とか貨幣とか所有義務責任罰とかですねとかしなければいけないっていうそういう人間が作り出した実際にないのにあったかもあるかのようにしているこうフィクションそれがあの人間自身を縛っているそういう事情を自爆で苦しんでいるそんなことが 今の社会問題の根底にあるんじゃないかなって思います。で、それが個々がバラバラ。で、人間が人間を警戒するような社会にね、今なってしまってるんじゃないか。それで、そういう人間が人間同士でもっと協力し合える人の輪を取り戻すことで、そういう自然界のつながりも回復されていくんじゃないか。そんなふうに思っています。 そういう自情自爆の世界を、ね、どうやって解放していくか、ここがあの非常に大きなテーマなんですけども、僕たちそのことをずっと20年間、ね、研究してきて、まあ、サイエンズメソッドっていう表現してるんですけども、その人間が作ったフィクションがフィクションであるってことを知る、そういうことから人間が作ったものですから、そこから解放する道が見えてくるんじゃないか。でこういう人のつながりなんかをこう道徳とか宗教とかによらないで、あの本当に科学的に。 本当はどうなってるんだろうってことを調べることで、そういうことをしなければいけないとか、人を縛りつけてる、そういうものから解放できる道があるんじゃないか。そこから人の輪の社会がね、できるんじゃないかっていうふうに思って、それを理論だけじゃなくて、実際に鈴鹿という街の中でね、試してやっていっています。で、こういう事情自爆の世界から解放されることで、こう、人の輪の社会、そういう本来ね、人が持つ素晴らしい能力をね、発揮できるんじゃないかっていうふうに考えています。ここがでもね、普通ちょっと、 ここが本当にそんなことできるのかってね、思われる方が多いと思うんですけども、実際にね、僕ら普通の人間が街の中でやってきてかなりいけるんじゃないかって思っています。その例をね、ちょっと見てもらったらと思います。僕はあの、このサイエンス研究所ってことでね、この人と社会の研究、どうやったらこのつながりを取り戻せるか、そういう研究をしてるんですけども、それを学べるサイエンススクールっていうスクールがあって、そこで学んだ人たちがコミュニティを作る。 で、コミュニティでいろんなことが起きることがまた研究所に持ち込まれて研究していく。こういうね、3つのサイクルで20年間、今年で21年目になりますけども、社会実験をしてきています。で、アズマンっていうのはねあの、ジョン・レノンのイマジンって言ったんだろうね、The world will be a s ってここから取られた言葉なんですけども、もともとね、地球なんかも国境なんかも所有も何もなかったわけですね。人間がそういうのを作り出して、どんどん分断がね、進んでいったんじゃないかって思いになっております。 でそういうんで、そういう一つの人の前の世界ですね。こういう世界をあの作っていこうっていうネットワークのことをアズワンネットワークって言っています。でこういう社会モデルをね、常連の方はイマジン想創造しようってことですけれども、僕らは実際にやっぱそういうのを規模をちっちゃくてもいいから一箇所作ってみようってことで、鈴鹿の街の中で2001年からこういう試みをね、あのやってきています。 こういう街の中です。コミュニティっていうとね、どっか土地を買って人里と離れたところでやってるようなイメージの方もいると思うんですよ。ほんと街の中にえ点々と住みながら、こういう社会実験をね、しています。こういう鈴鹿カルチャーステーションっていうステーションがあるんです。その周辺に、だいたい半径1キロぐらいのところに点々とね、暮らしてる人が多いです。まとまって暮らしてるわけじゃなくて、それぞれの暮らしなんですけども、その関係がね、親しい家族以上に親しい関係性、そういうのが 作られてそういう中でこういろんなねつながりができてつながりができるとどういうものが現れてくるかそれをねちょっと今日は紹介させてもらいたいと思っています今日はねすごい短い時間ですので書き足になりますがこういう4つの観点でね人の輪が生まれたらどんな社会が現れてくるかちょっと見てもらったらなと思っていますまずはあの強制束縛のない自由意志で調和する社会 まあ普通、今だったら、あの、何か間違いとか失敗があったら、罰とか責めがあるのが普通の社会だと思うんですけど、こういうことが人の輪を壊していく。罰とか責めがあるとも、当然警戒しますよね。そうすると、あの、本当に本心とか、例えば間違いが起きても、そのまま言えないとか、とか責められないために隠すとかね、そういうことから、いろんなことが起きていると思います。そういうことがなくて、でもじゃあ、その失敗をそのままでいいかっていうことではなくて、 そういうことを責任追及ではなくてどうしてそういうことが起きたのか何でそんなことを起こす気持ちになったのかそういうことを理解し合ってその二度と過ちとか間違いが起きないためのそういう話し合い研究ができる人間関係そうするとどいろんな間違いとかが全部生かされていくそういう道があるんじゃないかってねそんなことも社会実験としてやれるようになってきていますですからこのどんなことでも通じ合い話し合える人間関係ができることがもうすごいキーだと思うんですね ただ、ここが普通だと難しい。そんな意見が違って話し合えるのか。そこがすごいネックだと思うんですけど、そこの話し合えなくなる原因も、どういうことが原因で話し合えなくなるのかっていうね、ここをどう分析して、原因を見つけ出して取り除くと、本当にそういう話し合いができるようになってきます。そうすると、多数決とかを使わなくてもね、こう話し合って運営していける道が見えてきます。民主主義はね、何かみんなで話し合って、何かを決めて従うってなりますけども、 何かを決めて従うということ自体がこの意見に違う人に対してどうしてもやらせるっていう、やっぱ強制とか束縛する種がはらんでると思うんですね。やっぱどの人も一人一人が納得して自由な意思でやるってこそ、本当にそういう人の輪が崩れない、人の輪がもうどんどん豊かになっていく、そういう運営ができるんじゃないかっていう、そういうことがね、あの実現できるようになってきています。であと、この経済ですね。物も心も満たされる幸せの経済っていうことで、これもね、こんな4つの観点でちょっと 掛け足ですけどね紹介していきたいと思います、えー、人の輪で発揮する会社ってことでおふくろそん弁当っていうね地元のね後々で紹介する鈴鹿ファームのできたお米とか野菜とか使って手作りでね1個からでもお届けるという方式のおあのお弁当さんやってますここもだから会社って言いますけども上司とか命令とか規則とか罰が一切ない運営をねしていますそれで毎日ね、約1000食の弁当を作ることができています こんな結構ね、きれいなお弁当が作れるようになってきて、この車で、ね、配達しています。これ、あの、店舗ですね。でお店もだいぶきれいなね、お店になってきていますでこういうのが人の間で運営されていっています。あと一方、あの、農業もね、ほとんど若い子が主力で農業をやっています。でもこういう畑とかね、田んぼも,も地域の人が、あの、本当貸してくれたりあの、ここ使わないかって声かけてくれて、かなり広い規模で、田んぼも10ヘクタールぐらいになったりね。 畑も8ヘクタールぐらいになってるんじゃないかなそういうのを若い子たち中心にね運営していますこれはねじゃがいも畑ですけれどもこれもさっきも言いましたけど本当命令とか一切なくて本当話し合う中で若い子たちがね伸び伸のびと運営する会社が育ってきていますであのそういう会社とともにこう人と人との輪がこう親しくなるってことはいわゆるかつさっきも言いました親しい家族以上に親しい関係性が町の中でできてきます そうすると当然あの家族のようにっていうか家族以上に親しくなりますからお金とかのいらない関係性ができてきますそうするとあのお金とか見返りとか報酬とか家族ではやらないですねお母さんがご飯作ったからお金をいくらとかそういう関係ではなくなりますだからそういうのが街の中でねやれてくるとすべてがこう送り合っていく循環今、えー、780人のメンバーがそういう家族以上に親しい関係性で暮らしてるねその間の中では一切お金のねやり取りのない そういういい経済が生ままれてきてきす具体的に言うとこういうねコミュニティスペースジョイっていう,こう、まあ、一,一種のお店みたいな場所ですけどここは一切お金のやり取りのないスペースです。こういうことで欲しいものを欲しいだけ必要なものは必要なだけ一切お金とか交換とか関係なく持ち帰れるようなスペースができたりあとみんなでね食べれるこういうダイニングみたいなのを通貨ファームの野菜とかお弁当屋さんで作ったものとか持ち込まれて あと手作りのものもね、持ち寄られて、そういう大家族みたいな暮らしが、町の中で展開しています。もちろん持ち帰ってね、家で食べる人もいるんですけども、こんな暮らしがね、人の輪ができることによって実現してきています。でこれはあの家族同士の中だったら、車なんかをシェアしたりとか、本が自由時代に機きしたり、服とか家電製品もね、これ使えなくなってから使わないってことが自由時代に流れていきます。だから捨てるものも本当に少ないですね。 あの使えるものは本当使えたり、あの修理できる技術を持っている人は修理できたりね、そんなこともできてきます。だから家族の中には、ね、お医者さんがいるとか、あの車を整備できる人がいるとか、電気工事できる人がいる、そういうのが家族の中にいるイメージですね。だから人が増えれば増えるほどあのお金のいらない、家族の中で気軽に頼めるような関係性がどんどん,どんどんできて、人が増えるに従ってお金のいらない、そういう家族の中でいろんなことが頼める。 そういう暮らしが実現してきています。で、そういう人の輪ができるとね、じゃあそういうのがこういう食とか脳とか森の回復にどうつながっていくか、これ例えばあの3人の幼児のお母さんの場合ですね、普通街で暮らしてるととっても3人も子供いたり、すごい忙しそうにね、やってらっしゃる方が多いと思うんですけども、ここの人の輪の中で子育てをするとどうなるかというと、まあ、親しい家族以上に親しい、そういう中でやりますから、 もういろんな人たちが子どもたちの世話もしてくれます。子どもたち同士も兄弟以上の久さですね。で、だからお,お父さん、お母さんも本当にみんなのサポートの中で子育てができる。まあ、昔の多分農村なんかもそういう関係性があったと思うんですけども、そういう中で暮らすので、お母さんが本当のびのびゆったり暮らせています。さっきのね、コミュニティスペースみたいなところがあると、一切買い物のね、そこに行ったらすべて揃ってるとか、ダーニングでご飯食べてもいいですし、 ダイニングから持ち帰ったりすることができるってことは献立て考えたり買い物とか調理とかねそういうことはしたかったらできるわけですけどもしたくないとかであの忙しい時は全部こういうことからサポートされていますあとねお母さん自身もそのさっきのサイエンススクールに1週間の合宿で行くんですけどもそういうところにもね3人の子供を持ってるお母さんでも子供も旦那さんの世話とかも全部コミュニティの中でサポートしてくれるので結構1週間の合宿とかもね3人の子供がいても結構自由自在にね参加できたり。 そういうこともできる暮らしになっています。これ全然血縁のないおじいちゃんおばあちゃんたちがね、子供たち見てくれています。これもね、こういうお姉ちゃんたちもいたりとかね。であとあ、家族間同士でやったらあの、いちいち軽量とか包装とかいらなくなりますよね。なんかファームで作ったやつが、まあ、スーパーとかあの一般に市場に出すやつは軽量したり、あのきれいに包装したりする必要あるんですけど、 おふくろさん弁当に出したりとか、さっきのコミュニティスペースとか出す場合は、一切軽量とかね、包装とかいらない、要するに親しい関係になってきたら、そういうのはいらなくなってきます。あと、さっき、あのね食事なんかでも、大体、おふくろさん弁当の調理スペースを使わせてもらってるので、夕飯とかね作るんで、1人でだい100食分のやつが2、3時間でできる。ね、それを各 例えば50軒の人が、ね、全部やると買い物から調理から片付けから全部やらなきゃいけないのがこういう人の輪の中でいくと1軒100食分ぐらいのやつが2時間か3時間でね調理ができるそういう暮らしになってきますあとねお弁当で余ったとか売れ残ったやつなんかもすぐさっきのコミュニティスペースでね生かされますだから食べ物はできるだけ食べ物へとかあとファームで、ね、できた野菜も出荷できないやつはおふくろさん弁当とかジョイでね 形でなくても十分美味しいものは食べれるものは全部生かしてきますし、この間クロサンメイトだったら人参の型を取ったあのちょっと出ますよね人参のそういうのやつなんかじゃあ,あのさっきのダイニングで食べる人参ドレッシングにしようとかね、そうやって食べ物が食べれるようにっていういろんな工夫がねだんだんできるようになってきています。まああとちょっと時間ないんですけども、これ畑公園っていうのがそのあってあと里山っていうのはちょっと15分ほど離れたところも両方とも借りた土地なんですけれども。 そういう場所があったりすると、まあ、こういう通貨ファームの拠点だったりねあのいろんな目的で畑公園は使われるわけですけどもで里山なんかだとね炭焼きやってたりね住,住民の里山整備してきてそこで出た木材を炭にさせてもらったりそういう循環もできたりでやってる人同士がつながるとまたいろんな里山で採れたのが畑公園で使われたり畑公園で採れた野菜がイベントで使われたりとかと人と人とがつながるともういろんな循環が。 面白いようにこうできてくますね個々のこう活動を見渡すとバラバラにやってるケースが多いと思うので、それが人同士がつながると、どん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 んこういう循環がねできてくるようになります。こういうね取取バーとかを取り戻す学びの場もねあのコミュニティもう20年の学びの場をヒロコさんたちがやってる外野エデ,エデュケーションの場所とかにもね使ってもらったりとか、いろんな学生さんとか社員研修とかねも来てくれています。あと こういう若者たちが今ね、海外からもたくさん学びに来ています。今ね、コロナでもうスイスとかドイツとかニュージーランドとか、韓国の子たちもいっぱい学びに行きたいんですけどね、今来れないんですけども、多分コロナが明けたら、いろんな国の子たちがね、こういう人の輪で作る社会をね、学びに今来ようとしています。でさっきのサインスクールですけども、韓国、ブラジル、スイスでもね、やってこういう人の輪を取り戻そうという、そういうサインスメソッドをね、学ぼうという動きが出ています。 ね、吉井さんとかは言っその取り組みをやっぱ自分たちで工夫していったら、こんなことができる、そしてまた今回ね、この3人で、とか、ひろかさんがね、声かけて、また人の輪がこうできてくることで、またその取り組みがまた生かし合っていく、そういうことがすごい楽しみだなと思ってます。やっぱみんなでね、こういうのは力を合わせることで、それぞれの取り組みがもっと生かされていく、そんな社会ができるんじゃないかなと思っています。皆さんんとと一一緒緒ににねこなな動きをままたたやっってていけたらなと思ってますす以上ですはい ありがとうございました、えー。じゃあですね、皆さん内容が大変濃い中身なんですが、えー、ゆいこさん、四井さん、ミュートを外していただいて、最初にちょっとお互いの感想一言ずつ聞いて、どうだったかなっていうのをどうぞ。足しながらご自分も言いたいなかったことを一言どうぞ。はい四井さん、どうでしたか,どうですかいや本当あの人それぞれのライフスタイル。 例えば、僕の場合、里山に住んでますし、平さんのようなこう町に住んでる人、あと小野さんみたいにこうコミュニティの方をこう重視した考え方のこう人のつながりの、ライフスタイル、いろいろあると思うんですけど、まあ、でも、ね、求めるところはもう本当に同じところにあるんですけど、その人、その人が置かれる場所でこう、コミュニティの在り方とか、人のつながり方とか、それぞれあると思うんですよね。うん だからそういうのがこ,うこれからどんどんこうまたそれぞれでこう発達していっていつかまた一つになっていくと思うあの小野さんが言われるように図案になっていくと思うのでだからまあそれぞれのこう形とかそれぞれのプロセスに合わせて最終的にねこう平和な形にこう進んでいったらいいなというふうに思いました本当でですねどううかかなんか私もそう思いました。 なんかあの社会的に進めていこうとした時ってやっぱり世の中って世知がないからいろんな人がいてやっぱり私も長年しているといろんな苦労もあったんですけどやっぱりあずわみたいにあのそこに着目してあの解決する方法をねなんか研究されてらっしゃる方もいるしあの本当にうつ井さんみたいに憧れる暮らしとか本当になんかあの実現してかっこよく暮らしてね あのるっていうことがもう本当何よりだなって思っていて、あのなんか本当に志があの一緒の方とこうやってあのお話できてなんか一緒にできていくといいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、皆さんお二人の聞いていかがでしたか。はい、そうですね本当に皆さお二方ね言ってくれたみたいに本当素晴らしい取り組みがあってそれぞれこう尊重し合うやっぱそういう中であのまた新しいものが生まれていくし多分 あの方法とかね、スタイルは違っても、本当願ってることは、なんかすごい共通だなって聞いてて思って、で、あの打ち合わせの時にね、今度、宇津里さんのところに集まろうとかいう話も出てて、うん、ぜひ集まってね、お互いのことをもっと知り合って、そういうお互いの本当取り組んできたことが、こう、またね、融合して、なんか生かし合うことでもっとみんなにもたらせることもで、それぞれの研究っていうのなんかすごい蓄積がある。なんかお互いそれを生かし合って、 より良い社会がね、本当もっとこう加速していくような、そんなことが今回で、ちょっとワクワクしますね。とても楽しみに思っています。チャットの方にもね、いろんな質問が来てるんですけども、あのまず四ツ井さんにね、藤田淳也さんという方からね、あのすごいパーマーカルチャーの暮らし、ここまで行った、プロセスを知りたいなとか、それは小野さんにも来てまして、どうしてそういう人の輪ができたんだろう、やっぱりプロセスを知りたいなとか。 平さんにもそういうことが来てましたねここまで来たある程度形になったものを見せてもらって非常にインスパイアもされるけど今から一歩踏み出す時っていうあたり共通に皆さん関心があるようですねプロセスっていうことでは何か一言ずついかがですかいや僕も本当は何もできなかったですよ、うん、し学生の頃はあのそうコンプレックスあったしだけど なんか自分が何もできないことを認められない自分もいたりとかあったんですけどでもゼロを認めあるいは自分がマイナスであることを認めるところから始まりでそこから一つ一つできることが増えてってで学生の頃に住んでたアパートの花壇をにゴミをこう埋め始めたんですよでそこから大変興味持ってでミミズコンポストを研究し緑化工学っていうのを学んでたんですけどだから本当にあの、まあ、そういうふうなこう 何もできないところからできることをコツ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 やっていくうちに物事って特に自然に沿ったものって最初からあの仕組みができてるんで本当に種から芽が出て枝葉がついていくようにアイデアとか自分ができることとか能力って育っていくんですよ。で僕はここに来て14年、まあ、15年ここ暮らしてますけど暮らしも同じでやっぱり僕だけじゃなくて家族、まあ、特に妻の千里とか。 最初、本当にもう僕と一緒になったときには何もできなかったけど、2人でやることによって、またさらに加速度的にいろんなできることが増えたりとか、子どもが生まれて子育てを通していろんなことを学んだりとか、子どもたちもお手伝いを通していろんなことを学んだりとか、本当そういうことでこう暮らしっていう形でこう総合的にいろんなことを加速度的にこう学ぶこともできたし、実現化することができたんですよ。だかららやっっぱり暮らしっていいうううものが、まあ、そういうふうな 小さなことから大きなことに育てていくっていう,こうベクトルを持ってるんだと思うんですよね。だから今の都会の便利な暮らしているとそれは暮らしじゃないと思うんですよね。だから本来あるその生き物としての暮らしっていうものをもう一回人々はこう取り戻せば皆さんが今イメージつかないことも実は誰にでもできる素晴らしいプロセスを経ていい暮らしを作ることができると思うんですよね。僕はそういうふうに感じています。 えー、なかなか、四井さんが、えー、全然何もできなかったんだって、い望みたいに思う人が多いかと思うんです。<laughs> 本当にでできなかったですそうですか。そういう自分を認めた途端に見えてくるものがあったって感じなのかな。はい。ゆい子さんいかがですかあ本当ですねなんか うん、私なんか多分全く特徴のない人間であの続けること以外のことができないっていうかあのなんですけど、えっと、それでもなんか20年ぐらいあの続けた時にあのかなりの人数の人がコンポストをするようになって実績もできたかなと思ったんですけどやっぱりまだ90%の人が生ごみを焼却場で燃やしているっていう事実に。 もう打ちのめされてなんかあのいろんな人があのいいことしてるねって声をかけてくれるんだけれどもなんかそのちょっと落ち込んでる時はあの私はしませんけどって勝手に聞こえてくるんですよね <laughs> なんかそんな風に思っちゃってなのでなんか初めてそのなんかやっぱりものすごい壁みたいなのは多分自分の中にあったんだと思うんですけどあのその時にあのもう自分たちだけではできないと思ってやっぱり大きな声で。 あの一緒にやりましょうって叫んだ時にあの輪が一個あの広がったっていうところがあるんですよね。でなんか人に頼れない性格だったのがやっぱり良くなかったのであのそこをなんかこの56年でちょっとだいぶ改善。 あのしたかなとで私四井さんが言うその7年で入れ替わるで言うと、うん、もうすぐ80名ぐらいに入るのに <laughs> あまだ成長できるなっていうこととかもですね、うん、ちょっと感じてます。でそれを一番思うのはあの79歳の母が何てかの本当に、えっと、虫とか生き物が好きで観察好きから対比作り名刺になったんだけれども人間が苦手で電話にも出るのも嫌いなのに。 私にその人前で講座しろって言って引きずり出されてあのすっごいもう何年も喧嘩しながら何かあるたびにお前が悪いってやっぱ言われてきたんですけどでも彼女がなんかやっぱり自分事としてある時期にあのやりきろうって思った時の変化とかあの今のもう79歳でこんなになんか。 成長するんだっていうのを見たときに、ああ、なんかまだだな、まだまだ自分は今からだなって、あその55歳になってもですね、思うんですよね。だから、なんかプロセスといっても、ま、今まだプロセスの途中みたいな、あのそんな感じがあるところです。はいえ、僕はそうですね、やっぱ僕らも20年かけてここまで来たなって感じはしても、最初からこんなうまくいったことは全然なくて、何回もあの、 人間関係って言ってて言ますけどね最初自分らも全然話し合いもできなかったしあのいろんな話し合いなくて本当対立になったり自前でやってましたからね経済的にもう成り立たなくてあもうこれこのプロジェクト終わっちゃうかなみたいな <laughs> そういうことも何回もありながらやってきましたけどもやっぱしこのなんだろうねやっぱなんか人への可能性というか多分あのね辻さんなんか自然への可能性をすごい感じていらっしゃる感じしますけど僕は。 やっぱ人に対しての可能性はやっぱりあるっていうのはやっぱ諦められないそこの可能性をやっぱし見ていきたいしそこは何か研究していったら必ず見出せるんじゃないかってことでねずっと研究と実験研究と実験をねまあ太陽の言ったよう本当にやり続ける中で見出してこれるでそこでやっぱ人の成長とか、ね、自分たちの成長もそこから見えてきてやっぱその積み重ねがある時期になるとぐっとね形になって見えてきて。 そういうのかなからまたどんどん学ぶ意欲が出てくるというか、やっぱ学び続けていくし、研究していく中で、なんか人間の可能性とか、あの人の可能性あ人間同士の可能性、そしてまた自然へのね、可能性っていうのがどんどん見えてきてるかなと思って、それはな,んかそうね、なんかね、もっとみんなが集まったり、みんなの力が協力できると、もっとそういう力が発揮できるんじゃないかなって、まあ、そんなことを思っています。チャットにもいろんな声がまだ集まってますね。 まあ全部が紹介できませんけども、まあ、地域の居場所が近くにあり老若男女が集まる場所でこうした取り組みをまねさせていただきたいです。うい、ん、う意味ではあの四井さんのやってらっしゃること平さんのやってらっしゃることアズワンでの取り組みっていうことがなんか非常にインスパイアさせるっていうかあなんかちょっとどっかからできそうだなっていう光になるんじゃないかなって感じましたね。命の 原理っていうか人間も命ですしもちろん自然もそうですけどもそういうなんか原理に沿ったものがそれに沿ってコツコツしていくことで3人とも伸びてこられたのかなっていう実は私も「アズワンで暮らしてますけども自分もあの随分人間が優しくなってきました <laughs> <laughs> またあの本当に不貴重な人間なんですけど、ね <laughs> はい、そうですね。 会場からもいろいろ出てくるんですけどもなんかコンポストは卵の殻も循環できるそうなんですねってこれちょっと言ってきてますねそれからアズワンのような町が増えたらいいなとかコンポストについては四井さん平さんどうですか <laughs> 卵が分解しなさそうな感じですけどねあのなんか少し空気がない状態になると溶けてあのまたいい効果が出たりとかカルシウムとかがたくさん入ってるので大気、うん、としてもですね卵入ってるといいなと思いますむしろ卵は大歓迎だっていう話ですよね, <laughs> ねはいよくまあ物の,の本には、えっと、卵の殻とか、えっと、魚とか肉とか あと骨とか入れない方がいいって書いてある本もあるんですけど、うん、でもそんなふうに分けるっていうことをやると今でさえそのゴミのリサイクルってんでないじゃないですか、うん、で生ゴミをさらに分けるってなるともう全然毎日続けられないと思うんです,うんですよ、うん、だからうちは生,あの生ゴミの,あの堆肥小屋もコンポストトイレも、ね、全部もうすべて。 入れてしまいまいすでも入れてもいいような管理の仕方を工夫すればいいと思うんですよ。でないと毎日のことなので、コンポストトイレもねよくうんちとおしっこを開けるとか言いますけど、まあ、それやるとね、本当にあの全然続かないし、あとトイレットペーパーを入れたらいけないとかいうことあるんですけど、全然そんなことないですから。あそうむしろ入れてもいい管理の仕方を考えればいいんですよ。なるほどねでそこから多分新しいアイデアとか工夫が生まれてくるんだと思うんですよね。はい、うん えー、じゃああのそういうことで、今度、第2回のこの3人プラス私のこのお話を、四、え、井、ー、さんのところでそういうことも含めて体験しながらできたしいなと思ってますね。<laughs> はいえー、小野さんあのアゾアのような街が増えたらいいなということについて何かお答えしていただけますか本当にね、まあ、僕らのことも別に完璧だとは全然思ってませんけど、やっぱこう人の輪が、ね、できることで、やっぱ社会は必ず良くなるという感じはしています。逆に 話し合いさえしたらねもう人間の持ってる知能を持ってたら話し合いさえすればい,いろんなことはどん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 解決の方へ行くと思うんですよねそういう町が本当増えてほしいと僕も思ってますし、ね、そういう中で僕もあの別に鈴鹿だけはそういうふうなことをしたいと思ってるわけじゃないのでそんな町づくりがねあの各地でできる応援もぜひしたいし全ジャパンもねそういうことを支援するための NPO だと思いますけども。 そういう街がどんどんできるようにね、応援したいし、みんなでそういうの力を合わせてやっていけたら嬉しいなって思いい、ます。すはいはい、そうですね。今あの、3人ともね、プロセスっていうことをお尋ねしたときに、いや、全然できなかったんだとか、いや、本当にあの難しかったんですよとか、たくさん失敗したっていう、その1回白紙に立たれた経験を3人があるっていう強みっていうか、なんかそういうのを感じたんですね。 自分ができるとかできるはずだということで、えー、自分にしがみつかなかったあたり非常に面白いなと思いました。特に平イヤユさんね、あの人に頼れなかった自分に気がついて頼れるようになったつい最近ですね、これはね、じゃね、えー、そうですね,ね。そのあたりどうですか、一言。どうなんですかね。なんかこういうふうに社会的に活動することに慣れてはいるんですけど。 なんかこうう弱音が吐けななかかったんんんだと思うんですよねなんかあのやっぱりリーダーとしてやってきたのでなかなかこう弱音がはあの外に対して吐けなかったっていうのがあるんですけどやっぱそれを出した時に初めてあの参加したかった人が手を挙げてくれたりとか。 びっくりするぐらい進んでやってくれる方がいたのでやっぱりなんか自分の思い込みにその時に初めて気づいてんなんかやっぱり自分が変な思い込みを持っててなんか活動に邪魔になってたみたいなやっぱもう本当二十何年しててもずっとやっぱり自分との戦いだなって <laughs> なんかそんな気がしますあの子供にももちろん教えてもらえるしで今その背中に背負ってた娘が今社会人になって東京で働きながら 自分でお弁当を作ったり野菜を作ったりして土日とかはこの活動を一緒にしてたりとかするんですけどまあそういうのを見るとなんか良かったなと思いながらはい暮らしてますありがとうございます辻さんはさっき少し話していただきましたけどね全然できなかったんだとおっしゃってもできることから始めたっていうできることっていうのを見つけるっていう観点とかでなんかあったんですかね うん、やっぱり暮らしで必要になることですよね。でも今みたいにこう便利な暮らしになっちゃうともう満たされちゃうんで何が自分にとっての課題なのかっていうからなかなか見つけにくいと思うんですけどでもやっぱり僕もあのいろんな人からあのまず何から始めたらいいのかって聞かれたら必ず対比作りだって言うんですよ、うん、だからやっぱりねみんな平さん言われるように誰もがど,どんな場所でも始められることだと思うんですよ。うん でそれが土を作ることになるっていうのは素晴らしいことだと思いますはい、ありがとうございます小野さん堆肥作りっていうその実際のことと心の堆肥作りってことでどうですかあ、心の堆肥ですかまあ、ねはい、やっぱし人と人との和って言ったらやっぱ心ねどうしても今だと都会なんかで住んで本当とことをね吉井さんでも堆肥のやっぱ こう自然界のつながりみたいなことを、ね、すごく大事にされてると思うんですけど、街で暮らしてると、ね、どういうつながりがあるのかも見えなくなってくる、だからどうしてもこう人と人との関係もこう植物的だったり、どうしてもこうさっきも言いました、フィクションで規則が優先、約束が優先、どうしてもこう人間の大一番大事な心とかね、ものを大事にする気持ちとか、そういうのがこう見失われていく、まあ、そういうことから人と人との関係もやっぱ悪くなってる感じしますよね。 そこをやっぱり取り戻していく。やっぱ本来、全部物ののとか言っても、ね、自然界のつながりとか、まあ、例えば僕たちが生きていることで言ったら、全て人間が手がかかっているとかね、そのことを知ることでやっぱその作ってくれた人の気持ちとかその背景とかね、そういうことをこう知ってくると、構も物なんかもポイポイしてたりとか、そういうことできなくなってきますよね。そういうことをこう知る、そういう心を耕していく。 そういう心がこう耕されることで人の関係もやっぱ良くなってくる。まあそういうことを僕らねサイエンズス,スクールっていうことを通してこうとかまあアズバンセミナーとか呼んでますけれどもそういう機会を通して本当に大事なことそのフィクションという世界から解放されて実際にある人物をこう見ていけるそこから本当にもともとあった子を大事にしたいとかもともとあった人を生かしたいものをだ生かしたいそんな心がね 耕されていくそういうのがとっても大事なんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございました。今日あの共通するテーマとしてね、暮らしで社会を変える。毎日の暮らしがそういうふうにつながりの中でいる自分たちなんだっていうことで、日々の暮らしが実は社会を変えていけるんだっていうことについてね、とっても具体的なお話ししてくださったのと、やっていらっしゃる3人が 遠くから見ると自信満々に見えるんですが、もちろん確信に満ちている3人なんですけども、プロセスはどうだったんですか何が自分の出発点ですかっていう,ふうな質問に対して何もできない自分だったんだ、できるところから始めたんだっていうこととか。 頼れない自分弱みを見せれない自分が自分の弱さを認めたところだったんだとか明日食べるのどうしようかみたいな時もたくさんあったのを何とかやってきてそこでのつながりができてきたんだっていうそういう非常にゼロっってていいうあたりを感じささせてくださる3人だる人かなと思います。これからこの3人の出会いはまた育っていくものと思いますのでジェン・ジャパンではあの3人のお話っていうのを あの引き続き追いかけて、鈴木奈さんなんかにも一緒に入っていただいて、街やいろんなところで暮らしてらっしゃる、田舎の暮らしてらっしゃる方も含めた循環と共生の社会づくりに貢献できたらいいなと思ってます。はい、じゃあ,あの、あとちょうど3分あるんですけども、あの四井さん、ゆう子さん、一言言いたいってことはないですか一言ですかあでも本当、そう、やっぱり暮らしだと思うんですよ。 僕は今まで家族との写真で一番印象を残ったのがあの同じとこ見てるんですよ。農作業やるにしても何にするにしても。特に小さい時はそうでしたよね。親がやってるところこう手伝って同じところを見てるって。でも暮らしも同じだと思うんですよね。暮らしっていうものを見るとみんなが同じ共通念に持ってその方向に向かうと思うんですけど、今はみんながこう全然違う方向に向いちゃってる状況だと思うんですよね。だからやっぱり 暮らしっていうものをみんなで考えて行動を起こしてで自然とほらつながっていくと思うんですよだからそういうところまで仲みんなで持っていきたいなって思うんですよねぜひ皆さんで,できたらいいなという,ふうに思いますねぜひ暮らしに焦点を合わせてみんなで心の対比作り本当の対比作りを進めていきたいですね。